はい、皆さんこんにちは。今日紹介するミニカーはこちら、LB ワークス日産 GTR R35 ライトブルーです。はい、しっかり見ていきます。このモデルは LB ワークスの日産 GTR R35 のダックテールモデルだね。で、右ハンドルのタイプになります。で、正面から見るとこんな感じだね。ラジエーターの部分の作りとか細かいね。で、ヘッドライトはクリアパーツです。で、ボンネットの部分にもプリントがしっかりされてるね。で、このガラスの部分にも東洋タイヤってプリントされてます。で、内装は右ハンドルだね。で、シートとかはこれはバケットシートにちゃんとなってます。で、横から見るとこんな感じです。ここにリバティウォークってプリントされてて、それ以外にもたくさんのプリントはされてて、かっこいいね。で、特にこのオーバーフェンダーのこの感じもすごくいいね。で、後ろの方はこんな感じです。東洋タイヤとかこういうところにもたくさんのプリントはされてるね。で、マフラーとかこの辺りのデザインもすごく細かく作られてます。テールランプはこれは樹脂パーツかな。で、運転席側の側面はこんな感じだね。こういうところもたくさんのプリントはされてるね。ルーフの部分はこんな感じだね。リアのガラスのところにもプリントされてるね。で、このダックテールのウィングがかっこいいです。で、タイヤの方は特にサスペンションとかはついてないね。で、ドアとか開くギミックもないです。でも、タイヤもすごくリアルな感じでホイールできてるね。で、スポーツカーらしくこのタイヤとフェンダーの隙間もすごく詰まってて、車高が低く見えるね。で、このボディカラー自体ライトブルーですごく爽やかな感じだね。それでいてブラックのホイールっていうのもかっこいいです。で、ミラーもついてるね。スケールの方は64分の1だから、トミカリミテッドとかと同じサイズかな。で、裏の部分はこんな感じだね。ミニ GT メイドインチャイナって刻印されてます。で、このタイヤの溝とかもすごくリアル感あっていいね。箱の方は正面のパッケージに GTR のイラストはね、 LB ワークス日産 GTR ライトブルーだね。で、ここにリバティウォーク自由に歩くってプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。日産のライセンス商品だね。はい、今日は LB ワークス日産 GTR R35 ダックテールモデル紹介しました。で、今回はトミカではないんだけど、すごくデザインが良かったから皆さんに紹介しました。スケールも64分の1だから、トミカリミテッドとかと同じサイズだね。で、全体的に全部プリントされてて、シールとかもなかったね。で、ホイールのデザインとか、このフロントのグリル周りもすごく細かく作られててよかったね。で、価格の方がだいたい1500円前後ぐらいかな。で、このモデルは右ハンドルだけど、左ハンドルのモデルもあるね。で、以前この左ハンドルのモデルはプレミアがついて1個3500円とか4000円弱ぐらいで取引されてたね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。